BACH による幻想曲と風画オーパス46はマックス・レーガーが作曲したオルガン曲。ヨハン・ゼバスティアン・バッハはレーガーが第一に崇敬する作曲家であり、私にとってゼバスティアン・バッハは音楽の思考のものです。真の前身は常に彼の中にありますという言葉も残している。多くの作品にバッハの影響が現れているが、バッハ主題に基づく この作品は、ピアノのためのバッハの主題による変奏曲と風画と並び、バッハへの敬意を最も直接的に表した作品の一つである。1900年1月25日にレーガーは、オルガニストのチェーザルホッホシュテッターに、BACH によるオルガンのための幻想曲と風画をもうすぐ書き始められます。必ずや堂々たる様式の壮大な作品になるでしょう。 と書き送っている。作曲は2月から3月頃に短期間で行われた。当初はオーパス 46A が与えられ、オルガンのための6つのトリオと組みになる予定だったが、最終的にこの構想は放棄されている。初演は同年の初夏にベーゼルの大聖堂でカールシュトラウベによって行われ、また同年中に出版されヨーゼフ・ラインベルガーに検定された。 真摯たるオルガニストたちは、おそらく、ひどく、衝撃を受けることでしょう。ですが、もっと、野蛮な作品が待ち受けています。例えば、オーパス46のようにトレーガーが、またシュトラウベが、に学章の公共曲と述べている通り、調整や演奏技巧の極限に近づいた極めて、挑戦的な作品だが、同時に、レーガーのオルガンの作品の中でも、特に高く評価されているものの一つでもある。 幻想曲と風画の二部からなり、演奏時間は20分程度。幻想曲はグラーベ4、4拍子、変路単調で、常に即興のようにと指示されて始まる。BACH 動機が重厚な和音でそうされる。冒頭から終結に至るまで、あらゆる部分にこの動機が組み込まれている。和音と細かいパッセージが交代する前半から、次第に、 それらが同時に退治されるようになり、最後には冒頭の楽奏が蝶々で再現する。幻想曲の集結から間を置かずに始まる風画は、ソステヌート3、2拍子。五世による二重風画で、イコール50から始まって徐々に音量とテンポを増していき、縮小、拡大、逆行、反行などの対法的な技術が存分に匹敵される。雇用式の緩やかな第一主題は、 BACH 同期、活動的な第二主題は、幻想曲の後半に現れたパッセージに基づく。二つの主題が結合された後にゲネラルパウゼを挟んで、幻想曲の冒頭が再現され、変路調調で華々しく集結する。ありがとうございます。